東京都交通局6300系電車、東京都交通局6300系電車、東京都交通局6300型電車とは、1993年、平成5年6月23日に営業運転を開始した東京都交通局、都営地下鉄三田線の通勤系電車。6両編成37本の計222両が在籍している。 将来は8両編成での運転を想定している。都営三田線では、1989年、平成元年から既存の6000系の冷房改造を始めたが、開通当初に導入した同形式の初期車は25年以上が経過し、更新の時期を迎えていた。そこで、6000系の一部を本形式に置き換えることにより、車両の更新と冷房化の促進を図ることになった。 乗客サービスの向上、省エネルギー化、保守の省力化をコンセプトにした。また、落成当時建設中で2000年、平成12年9月26日に開通したみた。目黒間の延伸と目黒から、先の東急目黒線直通運に備え、低都高速度交通営団、現、東京地下鉄、東京急行電鉄との間で定めた直通車両企画。 相互直通運転における、目黒線、南北線、三田線、埼玉高速鉄道線との直通車両申し合わせ事項に合わせている。1993年6月から1994年、平成6年7月にかけて6両編成13本、1.2次車、78両を投入し、比例棒の6000型を置き換えたことにより、 都営三田線の冷房化率は100%となった。冷房化完了後、一旦は、増帯は途絶えた。しかし、東急目黒線への直通運転開始を控えた1999年、平成11年には6000型を直通車両規格に改造するか、本形式を新造するか、比較検討を実施した結果、6000系の改造や他線区への転属には、 本形式の心臓費用に匹敵する多額の費用がかかるため、本形式を追加心臓をすることになった。これを受けて、同年6月から11月にかけて6両編成16本、96両を投入し、6000型を全て置き換えた。その後も目黒延伸開業の増発用として2000年、平成12年8月までに6両編成8本、48両を 導入し、計144両の三次車が増備された。工述するが、この三次車は大量増備に伴い、コストダウンの観点から全体的に、仕様の見直しが実施されている。製造メーカーは6301から6329編成及び6334から6337編成が、川崎重工業、 6330から6333編成が近畿車両である。なお、近畿車両製も製造所名板表記は、川崎重工。車内は、川崎とな、いるが、運転室に、近畿車両の名板がある。三次車の川崎重工のプレートは、製造年は、西暦、社名ロゴは、ローマ字で、川崎と表記。埼玉高速鉄道2000系の色違いされている。 車体は軽量ステンレス製車体であり、東日本旅客鉄道、JR 東日本の209系電車向けに開発された2シート貼り合わせ工法を採用している。妻面はビード構造の外反とし、妻窓を設けた。車体には三田線のラインカラーであるブルーのラインと東京都交通局の情熱を表す赤のラインを巻いている。 先頭部は FRP 成形品としてステンレス色の塗装を施している。フロントガラスは大行の局面ガラスを使用しており、前面は地下鉄線内における非常口としてプラグドアが設置され、緊急脱出用のはしごが用意されている。外観デザインはスピード感、近未来、ハイテクイメージをテーマとしたものである。前面下部にはスカートを装着した。 学生時より乗り入れ先の東急目黒線、駅施設を共有する東京メトロ南北線と合わせて将来の8両化を見据えた設計となっている。このため、運転台をはじめ ATC 装置や ATO 装置を使用したワンマン店への各種準備もされていた。現在は、全編成が三田線のホームゲート連動機能およびホーム上の監視カメラからのミリ波映像受信装置および 車上 ITV、車上モニター画面を装備している関係で、ホームモニターの視認性を確保するため、プラグドアや、女子側も含めて、フロントガラスの髪型にスモークフィルムが貼り付けされている。客室のデザインコンセプトは、人に優しい感覚の快適な移動空間とし、明るく温かみのある、居住空間を目指した。1.2次車と3次車では仕様がやや異なり、後舎は、 コストダウンの要素が多く見られる。化粧板は白色系のものを使用し、床材は1.2次車は中央部を朱色系の石目模様、外側は灰色のツートンカラー品、3次車は灰色の単色品を使用している。座席モケットはベネチアンレッドの赤系色、優先席はバイオレット、薄紫色である。 一人分の掛け幅は 450mm であり、いずれもバケットシートを採用している。1.2次社では客台、こみは車端部を除き、後退させて座席下を広くしたほか、車端部には各車両1カ所に都営地下鉄の車両で初めての対面式クロスシートを設置した。3次社では客台がすべて大型となり、車端部のクロスシートは廃止されている。 二棚はパイプ式であり、座席端の袖仕切り形状は1.2次車は石目柄のローズグレー製形品を3次車では浅草専用の5300形用に類似した化粧板貼り付けの板を使用している。側窓は車端部が固定式、ドア間の二連窓は開閉可能な加工窓としており、車高用にロール式カーテンが設置してある。次車では 樹木の柄入りを、三次車は無地のものを使用している。車椅子スペースは2号車と5号車、車号末尾2と7の車両の2箇所に設け、この場所には安全手すり、車椅子固定ベルト、非常通報器を設置している。この非常通報器は乗務員と相互通話可能なもので各社に4台設置している。ガーデ入り口は片側4箇所に設けられ、 側引き戸は 1300mm 幅の両開き式である。外板はステンレス製で、室内側は1.2次車では内装と同じ化粧板仕上げであるが、3次車ではステンレス無塗装とされた。一部を除き、各貫通路には貫通扉が設けられている。基本的に片開き構造だが、車椅子スペースに隣接する部分は車椅子での移動を考慮して、 貫通道幅を広く確保したことから、両開き構造である。1.2次車は石目柄ローズグレーの化粧板仕上げ、3次車はステンレス無塗装である。扉の機構はドアクローザー付きで自動的に閉まるようになっている。吊り革形状は1.2次車では三角形、3次車は丸型である。当初のドア付近上部のレール方向には吊り手棒及び吊り革がなかったが、 2007年、平成19年4月までに設置工事が実施され、乗務員室直後のドア部以外に設置された。この増設された吊り革の形状はすべて丸型である。また、優先席付近のものは2006年、平成18年初めから、オレンジ色の三角形に交換された。ただし、三次車の一部車両の扉上にある、優先席吊り革のみオレンジの丸型である。 非常用ドアコックは6000型では全ドアを開けるタイプが壁面に、それ以外が座席下の扉付近に設置されていたのに対し、本形式ではすべて座席下の扉付近に設置されており、うち一箇所が全ドアを開けるタイプになっている。冷房装置は屋根上に能力4 8 8 4ット、4 2 0 0 0カロリー h の集中式を一気搭載し、 装置はマイコンによる5段階制御が可能である。車内は、ラインフローファン型方式とし、中央に補助送風機として、ラインデリアが3機2組装備されている。空調運転モードは冷房、暖房、除湿、送風、ラインデリア運転がある。行き先表示器は、前面、側面ともに、LED 式を採用し、所体は明朝からだとし、側面表示のみ。 英字兵器である。2006年9月以降列車種別を表示するようになった。ただし、三田線内での種別表示は、目黒線方面行き急行列車のみである。正面には向かって、左端は運行番号表示器があり、表示器には急行標識等が用意されている。車内案内表示器は、 東京メトロ南北線用の9000系に準じた2段式の LED 文字表示式であり、本系列ではドア上部に千鳥配置をしている。表示器の設置していないドア上部にはと、閉開閉予告灯と路線図が掲出されている。ドアの開閉に合わせてドアチャイムが明動する。表示内容は、三田線内では、上部は、次は、間もなくなどだけを固定表示、下部は、 ドアの開く、方向、固定表示、行き先、英語表記、日本語と英語の乗り換え案内、スクロールを示する。駅停車中は駅名を大きく、下に英語と駅番号を小さく固定表示する。直通先の等急線内では、三田線とは表示方法の異なる部分がある。当初より自動放送装置が設置され、英語放送も行われている。車外案内用に、 車外スピーカーを片側側面に2箇所設置している。これは運転士による車外放送のほか、手動切り替え時の乗降促進放送などに使用する。この自動放送装置と車内表示機にはワンマン運転に対応したメニュー機能があり、運転台のティス、口述からの操作により、駆け込み乗車への注意、時間調整、冷房について、 携帯電話のルールなどの各種案内表示及び放送を流すことが可能である。ただし、装備している内容でも運転士により肉ッ製放送を使用することもある。乗務員室内はベージュ色の配色であり、運転台系基板はダークブラウン色の配色である。乗務員室スペースはワンマン運転機器設置の関係で広めに、 線路方向へ 1775mm 確保され、このため先頭車の全長は、中間車よりも 250mm 長い。主幹制御機は TH 型のワンハンドル式とされ、当初よりワンマン運転用のドア開閉ボタン、ATO 出発ボタンなどが取り付けられていた。速度計は、白地の時速 120km 表示であり、オレンジ色に伝承できる。また、右側には、 車両情報管理装置、t i s のモニター画面を収納した。この t i s は空調、車内及び車外設置の LED 表示機の設定や自動放送装置の操作といった乗務員支援や車両研修の効率化を行うためのものである。その他左側には列車無線用の受話器と放送、連絡用マイクが設置されている。乗務員室と客室の仕切りには大窓一つと 客室から見て、右端に乗務員室扉窓、加工窓構造がある。当初は、両方の窓ともに、透明ガラスとされ、共に車高膜を設置していた。その後、両方の窓とも、目黒線乗り入れ前から順次、スモークフィルムのものに交換され、乗務員室扉窓では、車高膜の撤去が実施された。また乗務員室扉には、緊急時に備えて、電磁作業が取り付けられている。 車掌スイッチ類は、ユニット化し、上から非常、ブレーキスイッチ、アイズブザー、再開閉スイッチ、上高促進スイッチ、閉避ボタン、回避ボタンで構成している。ドア開閉スイッチは横に押す、ボタン式で、誤操作防止のため回避ボタンのみにボタン式としている。上の写真を参照最下部の緑ボタン2つが回避、その上の黒ボタンが閉避である。 一次社は三菱電機。二次社は日立製作所の G 手を再利スタ素子による VVVF インバータ制御 TINV6 を。三次社は三菱の IPM イベット素子による VVVF インバータ制御 TINV6A2500V500A をそれぞれ採用した。阻止の冷却方式は一次二次社では、冷媒パワーフロロカーボンクーラントを使用するが、三次社では、 列車走行風を利用した自然通風ドライパネル冷却方式を採用している。1.2次車は1台の制御装置で 180kWH 出力の主電動機4台を制御する 1C4M 制御方式。一方3次車は1台の制御装置で2個の主電動機を制御する 1C2M 方式2台搭載。1C2M2 軍制御である。なお、3次車は2003年。 平成15年より、順次純電気ブレーキ対応に変更されている。台車は、浅草専用の5300型と同じコイルバネを、併用した筒型積層ゴムプッシュ式の空気バネ台車である、近畿車両製、動力台車、KD-308K、交通局形式、T-6A、付随台車、KD-308A 型。 交通局形式 T-6B 型。基礎ブレーキは、電動車が、片押し、式、踏み面ブレーキ、付随車は、踏み面ブレーキ、併用ディスクブレーキとしている。この踏み面ブレーキには、交通局発のユニットブレーキが採用されている。補助電源装置は、イベット素子を使用した、静止系インバータ、ー、SIV であり、出力は3照交流 440V とし、 補助用回路には、変圧器で単相交流 200V、整流器で直流 100V を出力する。一次車は、東芝製、二次車は、東洋電気製造製の1 7 9区出力品を、三次車は、三菱電気製の150区出力品を搭載する。電動空気圧縮機は5300型と同じく、横型低騒音タイプのレシプロ式 C-2000。 LB 型で電動機には参照誘導電動機を採用している。ブレーキ装置は電気指令式空気ブレーキを採用しており、本形式では ATO 運転時のブレーキの応答性を高めるため、台車中軽弁を設置している。乗用ブレーキは手動運転時には7段だが、ATO 運転時には31段ステップに分割して乗り心地の向上を図っている。 当初の1.2次車での保安装置は T 型 ATS を列車無線装置には誘導無線 IR を搭載しており乗り入れ開始時期に使用を想定していた a t c 装置 ATO 装置と空間波無線 SR は準備工事としていたその後1999年平成11年3月から10月にかけて3次車に合わせて a t c 装置 ATO 装置や空間ハム線 SR などのワンマン運転対応の本設工事が施行された。参次社は落成当初より保安装置に ATC ATO 装置を空間ハム線 SR などのワンマン運転対応機器を搭載している。このうち6329編成までの編成では ATC 切り替え時まで使用する T 型 ATS。 誘導無線装置は廃車となる6000型から再利用していた。ATC 切り替え後に竣工する6330編成以降は T 型 ATS 誘導無線装置は省略して落成した。外観では戦闘車や値上がりと連結機下部にあった誘導無線アンテナがないことが目立つ。1.2自社では両戦闘車に一体は個構成の ATC、ATO 装置を搭載する。 三次社では同装置を片置き式として1号車に集約しており、6号車には ATC、ATO 制御伝送装置を搭載して、両先頭車間を制御伝送するとで、偽装配線の削減とコストダウンを図った。両戦闘車にはホームゲートとの連動機能などを行うと、平制御装置を搭載している。ATO 送受信機は1号車に搭載。 さらに列車無線装置、SR 本体並びに2台の SR アンテナは6号車に集約して設置をしている。2005年、平成17年から1時車を対象とした C 修繕工事。2007年、平成19年から2時車を対象とした C 修繕工事が実施されているが、それぞれ編成によって修繕メニューが異なる。以下は、それぞれの試行内容。 なお、C 周前の順番は 6301F、2005年11月、6304F、2006年8月 6305F、2006年11月 6307F、2007年11月、6306F、2008年1月 6312F、2008年6月 6313F、2008年9月 6309F、 2008年12月 6302F2009 年3月 6308F2010 年7月 6303F2010 年10月 6310F2010 年12月 6311F2011 年となっている2011年8月から3次社での試行も開始され2017年2月までに6314 F6316F6318F6324F6326F6336F の21編成に施行されたが2018年1月までに3次車 6314F 以降すべての編成に行された。前述の通り C 修繕工事が進められているが1.2次車については 製造から20年以上が経過して老朽化が進行しており、また、神奈川東部方面線を介して、相模鉄道、相鉄本線及び相鉄泉谷線の三田線の乗り入れも計画されていることから、2019年、平成31年度より本形式のうちの1.2次車も、順次、相模鉄道乗り入れ対応の新型車用、形式未定に置き換えるとしていたが、 その後2017年度の調達予定では、計画が一旦は未定となっていたが、2018年度の調達予定では、計画が拡大の上で復活し、本形式の1.2次車の編成数と同じ13、編成を導入することとなっており、この分に関しては、近畿車両が落札している。また、東京都交通局2017年度調達予定によると、 継続使用する産地社の24編成については、B 修繕工事が計画されており、その際に付帯工事として、列車無線のデジタル化と ATSP 取付工事などの相鉄直通対応工事を同時施行することが計画されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。